皆さんこんばんはんず。皆さん元気でしょうか、声聞こえてますか、あと、画像の方は大丈夫でしょうか。見慣れたりしてませんか、止まったりしてませんか。大丈夫ですか。僕の声も聞こえてますか。大丈夫ですか。あれ、はい、こんばんは。聞こえているみたいですね。大丈夫ですね。ハロー、久しぶりですね。皆さん ODA でございます。今日はソロで出演ですよ。どうですか皆さん。こんな回あんまりないでしょね、そういうことですね。今日ね、僕が出たことによってね、商品の紹介ね、ちょっと面白く、おかしくですね、紹介していこうと思います。でですね、まず、ワンズユーストリーム、これどういったものかというとですね、ワンズチャンネル、日本橋に店舗を構える PC パーツショップ、PC ワンズの公式ユーストリーム放送になります。毎週木曜日の9時から放送しておりますね。今話題の旬なパーツやおすすめ商品、その他もろもろ、どんどん紹介していきますので、皆様、楽しんで見ていてください。はい。こちらの方のアクセスマップですね。日本橋ちょうどど真ん中ですね。境筋ですね。ナンバー、北に向かって左真ん中の方にあります。こちらの方ですね。店舗の前に au ショップ、大きな au ショップありますので、そちらの向かいになりますのでね、それね、目印に来てもらうと分かりやすいと思います。はい。次ですね、お買い物はもっと便利に、来ていただいたお客様、各種ですね、クレジットカード、銀聯カード、 JCB のギフト券、支払い方法は揃っております。高額な買い物も、ぜひぜひできますので、よろしくお願いいたします。はい。ワンズの最新情報はここからですね。PC ワンズですね、ユーストリームだけではなく、Twitter、Facebook、アメーバ、LINE ですね、各種、人気の、ソーシャルネットワークをしておりますので、皆様ぜひともよろしくお願いいたします。はい。そうですね、新フルカスタマイズ PC をあなたの手に、PC をですね、1万1000円で丸々1台、当店の方で選んでいただくと、組み立ていたします。OS インストールで含むなりますので、ね、時間のない方や、詳しくない方というのはぜひぜひこちらの方で応募してください。はい。オレフルモトムですね、こちらに関しましてはですね、当店の方で先ほど言った、オレフルの方でですね、パソコンを作ってもらった方、あとはですね、自分自身でうちの方で、パソコンを購入していただいて、そちらのパソコンを組み立てられた方が応募していただくと、なんと応募した方全員に1000円のクオカードを贈呈させていただきます。はい。まずですね、はい、こちらの方ですね、皆さん見えてますか。こんばんはんず。ちっちゃい私がいるわけではないですが、ちょっとですね、各店舗さんの方でね、いろんなことインターネットで書いてると思いますが、同じようにですね、うちの方もショーブースみたいなのを作ってみました。どうですか、かわいらしいでしょう。これってデモするの？そうですね、できれば店舗の方において新商品とかね、ワンズチャンネル、まあ今日でもそうなんですけど、紹介した商品をこの中に入れさせてもらってですね、展示させてもらいたいと思います。でぜひともね、これね、見てみたいという人、店員さんにね、声かけていただければ、優しい店員さんが、案内してくれると思います。今日可愛いでしょこれ、ね、そうやね、ちっちゃいけどね、うん、こんな感じ。はい、はい、よっこしょ。はい。でですね、当店なんですけれども、はい、知ってます。はい。ですね、USB の体感コーナーというのを今設置しておりましてですね、ご来店していただいた方、店頭ですね、中ほどにありますデモ機の方でですね、USB の速度を体感しようというコーナー、2.0vs3.0 ですね、まあ、ある程度こちら表の方出てますけれども、こちらの方実測でですね、見ていただくことができますので、こちらを見てください。で、ちょっと見にくいんですけれども、こんな風にね、パソコンに直接、USB が 2.0 と 3.0、各社メーカー刺さっておりますので、これで、体感できるというコーナーになっております。皆さんね、 3.0 とかになるとね、高速でデータの方ね、通信できますので、大きい動画とかね、写真とか大量に写すときは便利かなと思いますのでね、 3.0 の、参考にしてもらったらいいかなと思います。はい、はい。さて今日の、はい、で今日のですね、紹介というのはですね、第170回久々の登場、 ODA のおすすめ商品、そうですね、今ですね、いろんなものあるんですけれどもですね、日頃からパソコンパーツ、まあ、ガチガチのパソコンパーツばかりね、紹介してますので、たまにはね、ちょっと企業ね、緩めかしたとか、そういった、パーツというか、まあ、ものをですね、紹介していただこうと思います。各種、ものいろいろ用意してますのでですね、どんどん紹介していきたいと思います。まあ、私のしょうもないトークもあると思いますが、その辺は、お察しください。はい。ですね、はい。で今日入ってきた商品、チャチャン、これですね、ハイレゾ、ハイファイ
92キロ、こちらの方ですね、エアリアの方も値段ちょっと見えちゃってますけれど7980円でかなり値段は安いんですけれどもですね、皆さん最近ゲームの配信とか動画配信される方多いと思います、そういった方がですね、使いやすいように、まあ、もちろんステレオミキサーこちら書いてですね、ステレオミキサー、こう書いてますね、ステレオミキサー、この辺の方も、全部搭載していてですね、面白い機能がですね、こちらですね、マイク端子の方が2つついてます。こちらはですね、カラオケのマイクを2人でつないでペアで、音楽をね、歌ってですね、入れるというわけではなくですね、レフとライト、左右の音源を別々に、拾ってですね、ステレオで録音できるという、機械になってますね。こちらの方ですね、今までね、ステレオで録音しようと思うとね、ちょっと機器必要だったりするんですけど、これだと本当にもうマイク端子2つついてますんで、それにマイクね、右と左でつないでもらえば普通に録音できるのでいいんじゃないかなと思いますね、これ。はい、7980円、ものの割には値段はかなり安いと思いますね。さすがエアリアって感じですね。はい、ね、ここでちょっとね、私が安い商品、いろいろ商品を買っていただこうと思います。まずですね、当店の方のね、店舗の、すぐ入ってるワゴンのところに大量に積まれているこのスピーカーですね、はい、100円、これなんじゃろうかというとですね、スマホスタンドになります、スマホのスタンドですね、ここの黒い部分にこの iPhone とかですね、のけていただいて、スタンドになりつつスピーカーで音も聞けるというね、代物になります。電池駆動になりますね、はい、AC アダプターも、同じように、売ってますので200円になりますが、そちらの方購入していただくと半永久的に、乾電池いらずで駆動もできるという代物です。100円ですね、そこらの100均より安いと思いますよ、これ。はい、はい、で次にですね、こちらの方もワゴン商品その2になりますね、これですね、保冷剤マイナス16度、これからバーベキューとかね、海に出かける方もいらっしゃいます、スマホのバッテリーと一緒にこれも音も仕上げてください、はい、200円になりますね、この大きさで200円、どうですか、ホームセンターとかだと680円ぐらいする代物ですよ、これ。これは安いね。かなり安いですよこれ、はい、しっかりとジェルでね、はい、200円、これがまだ高いと言われる方、なんとちゃんと100円のものも用意しております。100円ですね、マイナス16度パワー100円、こちらちょっとパッケージがね、紙パッケージになってますので、あまり衝撃を与えると破れてしまいますが、結構頑丈なパッケージなんでね、大丈夫かなと思います。はい、でですね、こちらの方ですね、次僕がおすすめしたいのがですね、毎回まあ僕が出るたび紹介しているような気がしますけれども、電池190円、10本入り単イオン電池ですよ。どうですか皆さん、単イオン電池190円、リモコンとかああいうのに最高ですね。エネループとかだとね、次回充電する前にリモコンだとなかなかなくならないのでね、サイクルがまた微妙なところなんですけれども、乾電池だとね、一回入れてね、忘れた頃にまあなくなってるっていうのでいいんじゃないかなと。こちらが、炭酸バージョン200円ですね。安いよな、これは。かなり安いですね、うん、10本ですからね、4本じゃないですよ、10本ですよ、倍入ってますから、ね、でもう一つこちらも、かなり安い商品その他、2になりますね、マウスパッドですね、はい、大きめのマウスパッドでですね、イーブルーで、そうですね、イーブルーの、これ一応メーカー品になりますんでね、で触った感じもね、ここ穴開いてたかなとか、これ、ね、穴開いてて、これ、ね、結構面というか、まあ、布のマウスパッドで触り心地もいいマウスパッドになります。で、これ値段がですね980円、ゲーミングマウスパッドではない値段をしてますね、これは安いね、かなりこれは安いですね、はい、でこの大きさになりますんでね、かなり大きいですよ、これめっちゃ安いよな、はい、机とかね、小さめの机とかに置いてる方だとね、そのままポンと置いて机ごとカバーできますんでね、いいかなと思います。あとノートパソコンとか小さめのものだと一緒に置いてですね、マウスパッドプラスノートパソコンの下のクロスとして使えますのでいいかなと思いますね。
でですね、最近暑いので、テレビとか皆さん見たいと思いますけれどもね、やっぱりね、夏場になるとぐだっと暑いからテレビ見たくなる。そうですね、家にこもってテレビを見たくなる。あ、そういうこと。そうそう、かなり暑いんでね、はい、はい、になるので、そういったこもった方ですね、もうぐでっとしてしまってもうデスクトップパソコンまでたどり着けない方、そういった方におすすめのアイテムですね、ネットブックとかに使えるワンセグチューナーになりますね。はい、920円、むちゃくちゃ安いですねこれ。はい、で刺してドライバーさえインストールしてあげれば、ワンタッチで使えます。こちらピンクが嫌だ、イエローありますよ、黄色ですね、イエローですね。で、次に、もちろん黒もあります。ただし黒に関してはちょっとね、違う種類になりますので、980円、数十円値段は高いですけれども、一番ベターなブラックがいいという方はこちらを購入していただければいいかなと思いますね。まあ、やっぱり安いです。それ安いんですよ、これね。欲しいでしょ、買ってくださいよ。そういうことですね。はいはい。でですね、ちょっとですね、新しい新商品もですね、入ってきてます。雑貨ばっかりね、紹介してると皆さん飽きてくるんで、パソコンパーツはいつじゃろうなってなるので、こちらの方ですね、G-Force の、740。じゃんじゃんじゃん。これが、現物になりますけれども、こんなやつですね。ギガバイト、はい、中がですね、まあ、写真先ほど見た通りなんですけど、一応こんな感じのクーラー、分かりにくいですかね、見えないですね、写真で見てもらった方がいいかもしれないですね。そうですね、こんな感じのクーラー積んでますね。出たローエンドの強い味方、そうですね、皆さんですね、最近、パソコンの消費電力とか気にされる方多いと思います。でもやはりグラフィックカードは積みたい、そういった方にですね、おすすめのカード G-Force 740になりますね。でこれね、実際にね、どれぐらいの威力があるのかと僕ちょっとね、でベンチマーク、インターネットとかね、参考に出させていただきました。こんな感じになりますね。はい、 3D マーク、ファイアーストライク、ファイアーストライクが動かないんじゃないかと思ったんですけど、普通に動いてますね。はい、スコア的にはまあこちらの740ですね。メモリのタイプが DDR3 と DDR5 2種類ありましてですね、こちらのメモリによって多少速度は変わってきますけど、 DDR5 結構速いですねこれ。一応、前回のモデル640の、モデルチェンジみたいな形にはなるんですけれども、チップの性能も大幅に、上がっているということですね。はい、大討伐で8950、これほんまかいなという数字ですけれどもね、はい、こんな感じで出てますね。で、これね、ハイエンドグラフィックカードもしここにあったらどんな感じかっていうのをちょっと僕興味があったんで、はい、出させていただきました。はい、まあさすがにこの辺と比べるとダメなんですけれども、消費電力もその分ですね、圧倒的に下がっておりますので、はい、皆さん購入していただけたらと思いますね。はいですね、はい、ね、これちょっとでもいいから涼しくしようですね。これちょっと欠けてますね。ちょっとでもいいから涼しくしようですね。はい、はい、今からどんどん暑い季節になると思います。できるだけクーラーをつけずに過ごす。僕の場合いつもね、6月ぐらいでダウンしてしまうんですけどね、エアコンのスイッチを押してしまいます。すると電気代もね、漏れなく跳ね上がりますので、まあ、それをね、阻止するために、いかに、安く阻止できるかというね、はい、さっきのね、保冷剤もそうなんですけれども、次この季節がやってきましたね、皆さん。そうなんですよ。USB 扇風機。ビッグパワーですね。はい、これですね、あの机で作業するときにですね、横にちょこっと置いておくと、かなり、涼しいです。しかもこれですね、値段は780円になるんですが、こちらの方ですね、時計機能と、あとまあカレンダー機能ですね、ついております。で、あとは強弱の調整もできます。USB での駆動になりますね。ノートパソコンとか、まあ、そういったものですね、つないでいただければ、十分使えますので、まあ、オフィスとかで、作業する際もいいですし、まあ、家でデスクトップで作業する際もおすすめかなと。5V でいいの ?5V で動きますね、これ。はい、になるので、USB-AC。皆さん、ね、スマホの充電使ってるやつあるじゃないですか。あれで動かすことも可能にはなります。で、風量的にですね、ビッグパワーって書いてますけど、これでも足りない、俺は扇風機並み必要なんだっていうような方にも一応、大きいのありますね。
これ一回り大きい割には値段は安い。その代わり時計機能、カレンダー機能はないですね。ただ風量が多少上がっているモデルになります。ね、いらない部分は削除してますので、かなりリーズナブルな価格で買うことができるので、普通の方だとこちらの方がまあ相性的には合ってるんじゃないかなと思いますね。エコモデル。音的にはどうな？音的にはそこそこ静かでしたね、かなり。そこまで気にならない程度ですね。パソコンのファンプラスアルファぐらいじゃないでしょうかね。まあでもまあ、起きてる時とかにしかつけないので、まあそこまで気になるものではないとは思いますね。はい。で、これでさらにパワーが足りないということは、はい。デスクファンですね。まあ今年も本当にこんな季節が来ましたね。デスクファンですね。ちょっと大きめの扇風機。これは音はね、多少しますけれども、風量は、小型扇風機、コンセントで動くタイプの小型扇風機並みの風量はありますので、普通に使っていただくのにも、十分かなと。でもちろんこれも 5V で動きますので、パソコンで使うもよし、AC アダプターにつないで使うもよしで使えます。900を。ブラボに当てるとかは、それも全然ありですね。あとね、これね、使い勝手的に言うとね、皆さんインターネットとかでよくやってますけれども、金魚の、冷却、水槽のね、ああいうのに使ってる方すごい多いです。便利ですよ。わざわざね、パソコンのファンなんか改造して使ってる方もいますけど、これだと USB-AC とこれだけで冷ませますんで、いいかなとは思いますね。ね、はい、はい、ということでですね、淡々と皆さんね、私のね、商品紹介ね、見ていっていただいてますが、どうでしょうか、面白いですか。今日はまだ何もダジャレ言ってませんけれども、いや、はい、ダジャレはいい、ダジャレはいい、ね、ダジャレ聞きたくないですか、皆さん。混ぜながら言ってくれ、混ぜながら僕のスーパーダジャレを。ということでですね、はい、本日 MC 担当させてもらっておだなんですけれども、これからね、まだもうちょっとね、商品どんどん紹介していきます。はい。でですね、次の商品もどんどんいきましょうか。最近ですね、みんなスマートフォンに変わってしまってますね。あと iPhone ですね、持ってる方とかね、これ以前ユーストリームで紹介されてますかね。なんですけれども、僕はこれ、基本的に大好きなんで、ガラスフィルムですね。ブルーライトカット、最近流行りのブルーライトカットと普通の、強化ガラス、強化保護ガラスフィルムですね。こちらの方。ちょっと貼るときにですね、一般のフィルムより貼りにくいものはあるんですけど、100円とかで売ってるフィルムよりは、全然貼りやすいので、おすすめですね。これだともう一切スマートフォンに傷がいかないというね、優れもの。しかも値段がこれ980円なんですよね。安いよな。非常に安い。ガラスフィルムでメーカー品が合おうとするとね、本当にもう2000円、3000円するんですよ。で、ブルーライトカットがついても値段多少上がったら1380円ですね。これはかなりいいですね。はい、iPhone5、5S 用になりますね。はい。はい、スマートフォンつながりでもう一つ言っておきましょうか。これですね、今日僕がちょっと店舗散歩してるときに見つけたんですけれども、これですね、お手持ちの USB 機器がタブレットで使えるっていうね、何やろかと思ってね、写真がついてる。これですね、ホスト機能を持った、USB のハブ、かつその他の機能を備えるものになりますね。こちらのようにつないでいただくと、この正面の画像のように、USB が使えるという機械になりますね。一本挿すだけで簡単接続って書いてますね。そんなの通りですね。で、これ同時にスタンドにもなってるので、スマホ置きにちょうどいいかなと思いますね。本当にこれスマートフォンをですね、ノートパソコンのように使う、スマートフォンというか、タブレットですね、タブレットをノートパソコンのように使うことができるね。この画像ちょっと薄く見えてますけれども、見せよ。こんな感じで使えるんじゃないかなと思います。値段もね、こなれた値段で2080円。まあ、おすすめの値段かなと思いますね。これもすぐパッと買えますね。はい。でですね、よいしょ。で、これ、この辺でちょっとモバイル機器終わって、パソコンの方入っていきましょうかね。はい。ね、今日ですね、一つちょっと面白いケースがあったんで、これ持ってきてます。ちょっと、OK、OK。よいしょ。ドン。これですね、リアンリーから出てきてます。パソコンケース。よいしょ。見えますかね？こんな感じのパソコンケースなんですけど。まるで電子レンジのようですね。で、頭は、こんな感じで、
フルアクリルですね。マザーボードが上を向くような形で入れれますので、足元に置けばいつでも中身を拝めるというね、面白い、ケースになっていますね。マイクロ ITX？ これはミニ ITX になりますね。ただ、汎用性のいいこの、よいしょ。ATX 電源を使えるタイプになりますので、まあ、ITX 電源余ってる方とかそのまま流用できますし、 FSX 電源だとねちょっとパワーが足りないよという方であればこちらの方を、使っていただければいいです。そうですね、 PCI というかこれね、この背の高さ見てもらったら分かると思うんですけど、これおそらくハイエンドグラボが余裕で入りますねになるので、ミニ ITX でハイエンド構成で、まあ、横にちょうど換気用のダクトが空いてますので、こちらの方でまあ換気の方も十分行えるかなと思いますんで、いいかなと思いますね。で、ドライブがこのようにつかないような形になってますんで、その分あの下ちゃうの、あ、これこれこっちにですね、うん、で下の方に、ドライブがスリムつくんですよね。で上の方がもうこうつかない仕様になってますので、この上の透明になっている空間をフルで、活用していただけるという、本当にナイスなケースですね。リアンリーから出てます。で周りも全部アルミでできてますので、まあ、結構剛性もいい感じかなと思います。ハードディスクのベイはこの上から見たら2ベイありますね、シャドウベイが。で SSD もマウンターで、マウントできるらしいので、SSD とハードディスクのコンボで、サーバーにするもよしですね。ハードディスク2台ありますので、ミニ ITX のあります。ミニ ITX で、ハイエンドのゲーミング PC を作るのもよしでおすすめかなと思いますね。はい、値段の方ですね、皆さん値段気になりますよね。まあ、リアンリーなんでこむちゃくちゃ高いんじゃないか、そんなこと思うんですけれども、思ったよりですね、3万円近くすると思ってたんですけど、こんな感じの値段ですね。色は2種類、ブラックとシルバーで、今、お見せしていたのが、シルバーになりますね。で22,950円ですね。どうでしょう、はい、このアクリルが大好きな方は、まあ、僕とかアクリル大好きなんですけど、アクリルが大好きな方はいいんじゃないかなと。表上からもしかも前からも見えるというね、前からも、はい、マザーボードを完全にね、どこの角度からでも見ることができるというちょっと変わったケースですね。 USB3.0 の端子もついてますしね、まあ、もちろん最近のマザーボードも収めることができると、はい、いうケースですね。アルミナだけあってそんなに重量感はないのでいいかなと思いますね。はい、で先の電源つながりですね。ATX 電源のつながりで、ATX 電源もどんどん紹介していきましょう。こちらですね。はい、どん、はい。自作本舗ですね。これはね、かなり前からある、ものにはなるんですけれども、値段がとにかく安い。2,450円。こちらの値段で購入できるんですよね。で、なんでおすすめかというとですね、安い電源ってね、結構皆さん悪い印象を持ってるんですけれども、逆にいいとこもいろいろあるんですよね。いいとこというとね、相性問題というのが結構出にくいんですよね。なぜかというと回路の数が高いものと違って少ないので、その分ですね、その回路にあたっての相性が非常に少ないので、まあ相性が出にくい電源なんですよね。これ安い方が実は相性が出にくいと。まあ、耐久度的にはやはり部品の数が少なかったりするので、高いものと見比べてみるとやはりちょっと劣る分はありますけれども、その分コストは圧倒的に安いので、まあ、多分3分の1ぐらいで買えるんじゃないでしょうかね。高い、一番高いクラスと比べるとになるので、ぜひともこう価格を抑えたい方におすすめかなと。で、まあ、初めてで自作する方でもね、これ全然使えますのでおすすめの電源ですね。当店の電源売り上げのランキングでいうとかなり上の方に実はいるんですよ。安いから売れてるのかどうかは分からないんですけれども、で塗装も黒でね、いろんなケースにね持ち合わせれますんで結構いいかなと思いますね。買った、そうですよ。あ、そうですね、やっぱ買いますよね、これ安いんでね、本当に。で実は僕も家に1個転がってますちょっと前に買ったモデルになるんですけどね。でこれがですね、ちょっと今日ですね、その電源持ってる時に何かおすすめはないかと他のスタッフに尋ねてみたところ出てきたのがこれです。 SFX シリーズ 450W ゴールドね。で実はね、これのね、450のゴールドではないブロンズバージョン、これがですね、もう一回り安い値段では出てるんですけれども、なぜこっちを持ってきたかというとですね、これですね、プラグインのタイプになってまして、皆さんシルバーストーンのプラグイン、うちに来た方ならわかると思います。あとウェブの方でも載ってるんですけれども、プラグインのケーブル別売りしてるのご存知ですよね。あのケーブルがこれもちろん使えるんですよ。使えてですね、電源の方も 450W
ロングケーブル、あとは短いケーブル、どちらにでも使えるというのが、まあ利点でしょうかね。で、450でゴールド取得してる割には SFX でこなれたのは1,270円、かなり値段は安いんですよね、これも。その構成を考えると、でですね、やはりセットアップのスタッフだったんですけれども、聞いたところによると、やはり配線するときにこの電源だと小さいケースで小さいケーブルを選んでくるとすごい配線しやすいと、楽ちんだと言ってましたんでね、ぜひミニ ITX で組まれる方で、さっきのリアンディはね ATX なんですけれども、ちょっと小さめのミニ ITX で組まれる方はこれプラス短いケーブルを購入していただければ、配線の方が、まとまりやすいかなと思いますね。新しいリビジョンで今度静かに、その通りですね。ディビジョンの、チェンジによってファンが静かになる。もともと電源のファンってそこまで耳に触るほどうるさくはないんですけれどもね、あまりね負担をかけるとやはり回転数上がっていくんでね、450もあれば負担もあまりかからないと思うんで、低回転数のままいけるんでね、なるべく高い電ワットスの電源を選んでいただくと、静かにも使えますし、これやったらね本当450で使えますんで、おすすめかなと思います。はい。で、あと電源とは全く関係ないことはないんですが、ノートパソコン用のアダプターも1個持ってきました。実はこれもですね、結構売れてる、アダプターでですね、値段がですね、これ3,790円の割にこれ 152W もあるんですよね。普通の AC 電源ならなんか18,000円ぐらいの値段はしてそうな感じの、アダプターなんですけれども、各社ですね 19V で、対応しております。ちょっと隠れちゃってますけれども、ASUS から Acer、あとは Dell、HP ですね、先っぽ変換することによって全て使うことができますね。なんでこれ持っといたらええかというとですね、やはりバット数が高い、タイプの、ノートパソコンといったら壊れてしまうと替えのアダプターを探すのが非常に困るんですよね。で、結局アダプター探せないまま新しいのを買い直してしまうという方がねいらっしゃったりするんですけれども、これを持っとけばね、そういったこともないですし、会社と、家用分けて使うこともできるんで、かなりおすすめですね。予備にという形で、であとどんなパソコンにでも使えるんで、1個あれば使い回しが効くのでね、なんか困った時とか貸してあげるよとかでもできると思いますんでね、いいかなと思います。ただし、ボルトは 19V なんで、ボルテージだけお気をつけください。はい。M1 のマザー動くんじゃん。ですね、実はですね、ここからクロートの作業にはなるんですけれども、ピコ PSU という、変換アダプターがうちの方に置いてます。それを変換していただくと、3000か4000ぐらいでしたかね、変換のアダプターの方がプラス3000、4000ぐらいで、これと組み合わせておそらく使うことができるでしょう。そうなんですよ。になるので、電力が低く変換効率もすごく高い、電源が完成します。ちなみに、変換効率なんですけど、皆さん、覚えてらっしゃいますか、変換効率ってどんな感じか。ちょっと、ね、忘れてる方もいらっしゃると思うので、ちょっと表をね、これ店舗に貼ってあるやつなんで、見て来た時に見てもらったらいいんですけど、強さ一覧ですね。はい、ずずずずっと。これね、こんな感じになってますけれども、まず80プラス、80プラスに関してはもう全部80、80、80で、80プラスブロンズに関しては82、85、82で、この、3つのこのパターン、どの状態でこうなるかというと、上の方に書いてるのが、負担率が 50%、20%、100% ですね。で、こちらに 50% の時が一番、効率がいいで、シルバーになるともう一つ上がって85、88、85で、ゴールドになると、ここで90に突入しますね。真ん中は90の87、87で、最後になると、90の92、89、もうプラチナまでいくとほぼ 90%、10% しかロスがないというんですね。で、先ほど僕が紹介した AC アダプターに関しましては、どこの値にこう入るかというとですね、おそらくこのプラチナムと一緒ぐらいの変換効率を持っていますので、逆にまだおすすめなんですよ。はい、ということですね。で、チタニウムに関しては、これは国内ではまだ出てきてはいないですけども、恐ろしい変換効率を、誇っていると。50V、240V 時になりますので、もともと電気の容量が大きいので、多分この値になってるんだと思いますけれども、国内早く発売してほしいもんですね、これ。はい、ということですね。ということでですね。で、まだちょっとザクザクと商品紹介しましょうね。はい。ラズベリーパイ。こちらね、ちょっと、箱のままで分かりにくいと思うんですけれども、これ皆さんご存知ですか？
マイコンの進化バージョンと思ってもらったらいいです。要は小さいパソコンですね。HDMI 出力等も、全て持っていてですね、独自のプログラムを走らすことができるというボードです。5500円で売ってますね。まあ、これどういった用途で使われているか皆さんね、ボード自身ちょっとこれないんですけども、こんな感じのボードですね。これちょっと違うやつなんですけれども、こんな感じのボードなんですよ。まあ、すごいなんかナックに近いようなデザインですね。こんなボードなんですよね。で、これで何ができるかというとね、皆さんね、結構ね、一般的に知られていたのが、小さな、制御に使われています。例えばですね、これですね、回転寿司の制御に使われていたり、回転ですね、速い、遅い、もっと速いみたいな。はい、はい、もっと早い、寿司取れねえよっていう感じになるんですけど、まあ、そういったの制御のプログラミングとか、ああいうのに使われています。で、もちろんこれ、Linux 系の OS ならインストールできますので、まあ、テストで Linux とか、まあ、かなりクロートな人がやるもんだとは思うんですけれども、インストールして遊ぶのもいいかなと思いますね。だから、そういったことに、ちょっと興味がある方は、ぜひぜひぜひ。で、組み用によれば、ネットワークサーバー、超高性能なネットワークサーバーにすることもできるので、おすすめですね。で、これが、違うバージョンですね。さらに上位の CPU と、を搭載したモデルになりますね。こちらになると、さらにやることができてですね、作業性の方も効率化できるというですね。9480円と5500円ですね。ラズベリーパイに関しましてはですね、ネットでも結構、情報出てますので、皆さん、検索していただければ、わかると思いますけれども、ちょっと欲しくなる代物だとは思います。で今回ですね、空冷と、扇風機ですね、熱いのを冷やそうというね、企画というか、そういった紹介になるんですけれども、CPU クーラーが出てきてないじゃないかと、ここの辺でそろそろ CPU クーラーですね、はい、こちらの方になりますね、ずっと、商品の紹介ばかりになってますけどね、はい、エレボスって読むんですかね、これ。エレボスだよね。エレボスですね。赤い、ファンがついた、赤に白の羽のファンがついた、特徴的なクーラーですね。これね、店舗に置いてあるとき何やろかと思ったんですけどね、初めて見たときね、ファンの色とこのボディの色がなんか絶妙なマッチをしてましてですね、ヒートパイプの方がですね、通常のモデルより、かなり多いものになってますね。で、冷却率の方もサイドフローですね、狭めのケースで、組む場合、サイドフローの方がたまにですね、空調の方が効いてよく冷える場合があったりしますので、サイドフローのクーラーになってます。はい、そういった、ケースとかね、お持ちの方、使っていただければいいかなと思いますね。値段もそこまで、びっくり価格ではございません。5370円で販売させてもらってますんでね。はい。で、結構売れ筋ランキングに、入っている虎鉄ですね。ド定番ですね。この虎鉄ド定番ですね。CPU クーラーの乾燥とかね、結構怖い。あとは、保証がなくなってしまうんじゃないか、自分でもできるのか、ケースに干渉してしまうという方もいらっしゃるんですけれども、最近のケースと最近のマザーボードというのは非常に昔と比べれば干渉は減っておりますになるので、この虎鉄もそうなんですけれども、一度スタッフの方に尋ねていただければ、干渉するかしないかの判別もつきますし、そこまで難しい取り付け方法ではないので、一回ですね、値段の方もこの辺の3180円こなれたネアのクーラーから入門してみるのもいいかもしれないですね。入門用にというか、鉄板というか、上級者も使ってるんですけれどもね、おすすめのクーラーにはなります。非常に扱いやすいクーラーですね。これも同じくサイドフローで、ここにファンが一つ付けよう。で、もちろんマルチソケットになってますんでね。マルチソケット。全部書いてますかね。書いてないか。ということになりますね。はい、1150レディって書いてますね。1150で最新のマザーボードの前全部対応になりますね。でサイドフローばっかりね、お勧めしててもあれなんで、株とですね、これ気づけば2になってました。は
はい、カブト1がすごい好評だったのでカブト2ですね、こちらの方もね冷却率とほとんど変わらないまま、登場しております。これも鉄板中の鉄板ですが、カブトが消えてから多少空間が空いてますので、忘れ去られてる方もいらっしゃるかもしれないですが、値段が3580円ですね、トップフローになりますので、大型のケースとか空いたものにつけるとですね、マザーボード自身に溜まった熱気を飛ばすので、結構ハイエンドのフルターのケースにおすすめじゃないかなと思いますね。値段が安いからといって冷えないってそういうことはないので、ね、まあ、リテールクーラーとかよりも圧倒的な冷却率を持ってますので、まあ、おすすめかなと思いますね。もちろんマルチソケット対応でね、FM1 から、1150まで全部使えます。はい、でカブトがちょっと大きいという方ですね、これサムライ Z ですね、ほぼ同形状の、ちっちゃい版になります。これだと2920円ですね。ちょっとしたマイクロ ATX と、狭めのケースにでも搭載できますので、かなりまあおすすめじゃないかなと思いますね。でヒートパイプの方も通ってますので、はい、まあ、どこそこいいんじゃないかなと、はい、でこれ個人的におすすめですね。ハイパー212、これもよく売れてるシリーズになります。サイドフローのクーラーマスターですね、みんな大好きクーラーマスターですね。はい、ファンもこの階層型のファンになってまして、まあ、静かな、ファンがついております。でこれが、4280円ですね、はい、の価格になってますね。ちょっと背が高いのでですね、薄型のケースにひょっとしたら干渉するかもしれないんですけれども、まあ、大体今のところケースには収まっておるみたいなので、いいかなと思います。これ実際僕も使ってるんですけれども、値差はいない冷却率を持ってます。でまあ、取り付けに関してもね、そこそこ取り付けしやすいのでおすすめかなと思いますね。はい、ハイパー212でですね、ざっくり、まあ一周しましたけれども、はい、ワンドチャンネルね、はい、どうですか皆さん、疲れてこないですか？僕はもう疲れてんのか。いやいや、そんなことないです。いや結構、ね、バンバン紹介していたので結構疲れてるかなと思ってるんですけれども、大丈夫ですか？タイムラグ出るから。はいはいはい。ね、はい。でですね、最後にね、ちょろちょろっと、まあ、持ってきた商品紹介なんですけれども、あるんですよ。これだけまた最後、ちょっとちらっと見ていただけますか、ね。よいしょ。これを置いとこう。これね、HDMI ケーブル。モニター購入したときね、ついてない場合が多いです。安めのモニターとかだとね、この辺で値段を合わせてるのかついてない場合が多いです。380円。こっちのケーブルですね、長さ2メーターですかね、ここに、映ります。相性とかも結構心配されてるんですけれども、最近のモニターと、まあ、出力、ね、パソコン側なんですけれども、そんなにまあ相性も出ずに、映ってますので、まあモニターが購入したけど、HDMI ケーブルがないわという方は、とりあえずこれ購入していただければ、使えます。380円。でですね、ハードディスク大量に持てる方、スマートエラーとかチェックする、あとはですね、データをすぐに吸収したいというような方ですね、おすすめの変換名人ですね。1010円で USB の接続にシリアル AT のハードディスクを変換できるものですね。でこれですね、優れてるのが横ちょっと見にくいんですけど、 ID の端子もついてますので、旧型のハードディスクのデータを新型のハードディスクに移動したいとかいう場合もこちらの方が使えますので、まあ、とりあえず1個持っといて損はしないと思います。何かあった時の復旧の際にね、おすすめかなと思いますので、ね、これ ODA のおすすめです。で、この夏ですね、皆さん電気代気になると思います。980円の、安い、ワットチェッカーですけど、これですね、意外と頑丈でなかなか壊れません。我が家の強い味方になっております。まあ、僕もこれね、使わせていただいてますので、ぜひぜひ購入してですね、今年の夏も電気代を1円でも安くしていけばいいかなと思いますね。どうですか、980円。安いね。いや、かなり値段は安い、ね、いいね、いいね。聞こえるでしょ。ボリュームどこ？話して。ノイズ乗る。あ、そういうことか。もうちょっとここら辺で。聞こえてるかな。で、今ちょっとですね。うん。これでいける。
これがですね、我らがつねくん MC ですね、 MC のつねくんがおすすめのスピーカー、これ今ですね、結構音聞こえますかね、なってます。でこの大きさでですね、あの車とか空いたのにちょうど置くといいかなという感じのスピーカーなんですけれども、 Bluetooth のスピーカー、はい、車に置く匂いするやつ分かりますかね、芳香剤、あれの形によく似た、スピーカーで、まるでその通り。でもこれ100均とかのと違ってね、匂いがなくならないことは違うんですね、そういう会話ではなくてですね、これはスピーカーで Bluetooth でつながっております。今、つねくんの BGM が流れてるんですけれども、これがそうですね、現物になります。値段がとりあえず2480円、すごい安いこの価格で、この大きさのスピーカー、これですね、ちょっとマイク越しで聞こえにくいかもしれないんですけれども、いい音鳴ってるんですよね。でうちのスタッフも、何か買ってるみたいなので、来た際はぜひおすすめですね。でマイクロ SD カード再生も可能、マイクロ SD カードの再生も可能です。でですね、これですね、ベルトがこうなってるんですけれども、これですね、汚れたら替えれるのか、替えのベルトついてますんでね、皆さんね、ぜひともチェンジしてください。はい、ここで聞けます。2480円、洗濯してても料理作ってても聞けます。どこでも使えますね。はい、はい、バッテリー内蔵、バッテリーも内蔵ですかね。バッテリー内蔵で2480円、安いですね。でマイクロ SD なんですけれども、これですね、ちょっとちっちゃいから分かりにくいですかね、うん、これがもう一つのおすすめ、マイクロ SD カード、容量が 16GB、 クラスが2っていうのがちょっと珍しいんですけれども、なんとこれね、値段が鬼鬼安いです。これです、中古、まあ、新古品扱いですかね、当店僕がいつもいている2階のエコワンズの方で販売させてもらってるんですけど、680円で 16GB むっちゃ安いんですよ。まだ数もかなりありますので買ってください。これは安いね、これは異常に安いです。はい、当然数決まってる、限定数、限定数ではないです。今のとこまだだいぶありますので、10個でも20個でも欲しい方は言っていただければ、多分日本橋一安いんじゃないかなっていうぐらい680円安いですね、1000円はしますからね、16ギガだと、はい、安すぎ、その通り安すぎなんですよね。でだからまあ簡単なプレイヤーとか、まあ本当にもう流しっぱなしのプレイヤーとか、そういったのに使うのにまあおすすめかなと思いますね。16GB、サンディスクですよ、しかもサンディスク、よくわからないノーブランドのメーカーではないんでね。はい、でですね、はい、まあ、一通りね、ざっくり商品の方を紹介し終わりましたけれどもね、皆さん、どうでしょうか、欲しいのありました、これは買っときたい、あとはワンズインターはとりあえず手には取って買っておきたいというような商品あったらいいかなと思いますね。まあ、今回ね、値段の安いものばかり、紹介させていただいて、ちょっとパーツの方は少ないんですけどね、パーツはね、普段、他の MC の方がね、頑張っていただいているので、こちらの方で皆さんね、記憶にはあると思いますので、ちょっとこういったコーナーも作ってみました。はい、で本日ですね、はい、今が狙い目キャンペーン情報ということでですね、PC ワンズ、こちらの方で今やってるキャンペーンの方ですね、どんどん紹介していきたいと思います。はい、フルカスタマイズ PC DS 版と DSB 版 Windows 8.1 をご購入いただくと5000円キャッシュバック、びっくりキャッシュバックですねこれ。はい、ですね、予定数があるのでその数がなくなり次第終了させていただくんですが、今のところまだ大丈夫です。皆さんですね、うちの方でフルカスタマイズ PC をですね、組んでいただいて、それでキャッシュバック5000円、もらってください。もう OS 半額になりますからね、これ5000円になると ね、むちゃくちゃ安いですよ、うん、はい、8.1 最新のパソコンで組みたい場合は使ってください。でもう一つですね、こちらに関しましては、中古でいらないパーツ等をですね、うちの方で販売していただければいいというね、キャンペーンになってますね。各種パーツの組み合わせでですね、下の方書いてるんですね、 i5、i7、i3 の CPU とマザーメモリーの3点セットで 10% アップ、もともとね、買取価格がこの辺りで結構な値段なので、これ 20% アップというとすごく大きいですね。で、あとまあスマートフォンとかも余ってる方はどうしてもお売りください。 S ランクでまた買取の方が増額していくというキャンペーンもやっております。で、あと XP のパソコンとかね、この古いパソコンとかある場合ですね、売っていただくと今ならね、2000円プラス、ノートだけで XP は、そうですね、うん、ノートパソコンのみで2000円、うん、で、デスクトップだったら8もしくは7 こちらのものだとプラス4000円になりますね。ただし Windows スターターあんまり持ってる方はいないと思いますけど、これは除きますのでご了承ください。
はい、ということでですね、ですね、これですね、キャンペーンの方ですね、今ちょっとですね、少なめな感じはしますけれども、大きなキャンペーンがありますので、こちらの方ですね、ご利用していただくと今のうちという感じですね、本当に限定数になりますのでね、はい、お願いいたします。で、お客様からの質問に答えちゃうコーナー、はい、こちら、ワンドチャンネルですということでですね、ですね、先週ですね、ご紹介できなかった文面もいくつかありますので、そちらの方、私の方が、ご紹介させていただきます。まずは古い方から見させていただきますね。まずペンネームの方から読ませていただけるし、ペンネーム白豚 X さんですね。こちらは先週の方ですね、質問の方でいただいてたものなんですけれども、内容の方がスタッフの皆さんこんばんはんず、昨年ですね夏あたりに来ていただいた改造バカの高橋さんですね、こちらの方の方をですね、ゲスト出演を今年もやってもらえないでしょうか。この番組を知ったのは昨年で冬あたりだったので録画しか見ていないので、ぜひとも生放送で見たいということでですね、こちらの方なんですけれども、高橋さんですか、また呼んだら来ていただけますか。またお話ししてみたいと思ってます。そうですね、はい、前回来られた方、結構来られた時ですね、皆さんですね、好印象で、それはね、元々有名だったよね。そうなんですよね。なので僕自身もね、初めて生で見たのはね、初めてなんです、ここに。で、僕がたまにですね、改造とか、ああいうのをいろいろやって紹介したりするコーナーもあったりしてるのはご存知ですか。そういったコーナーのもなんですけども、あの人を見てですね、ちょっとね、あ、こんなとこがいいなっていうのを参考にさせてもらったりしたことがあるんで、もう本当に、すごい方でね、いいかなと。僕自身も来てほしいですね、もう一回。はい。ということですね。はい。ここまたすごい。ペンネーム常の勝負パンツは何色ということですね。こちらの方から、メッセージ来てます。まずペンネームの方にツッコミちょっと入れてみたいと思うんですけど、彼は原色が好きなんで、おそらく原色系のパンツじゃないでしょうかね。あ、当たったみたいです。ということですね。暑くなってきましたね。お仕事ご苦労様です。いつも見てますよということですね。ありがとうございます。で、質問です。夏といえば気になるのが CPU の温度です。私は今までインテルの、リテールクーラーを使ってきましたが、自作を組んでの初の夏。CPU クーラーが必要、CPU クーラーの必要性について質問させてくださいということですね。どのくらいの用途、過去温度になると CPU クーラーが必要なのでしょうか。なぜなら今更リテールクーラーを外すのがめんどくさい。確かにめんどくさいですよね、これ外すのね。はい。で、次ですね、マザーボードを外すのめんどくさい。そうですね、後ろ側から止めるタイプ、あとメンテナンスホールが空いてないケースを選んでしまった場合ですね、マザーボード全部外さないといけないので、もうフル乾燥に近いですからね。はい。でも CPU クーラーは心配です。その通り、今から暑いのでね、夏まで30度超えてきますよね。はい。で、私の部屋にはクーラーがあるので室温はそんなにいけませんが、つけなくてもいいのでしょうか。リテールクーラーで最適な温度になる、適正な温度にならなければ CPU クーラーをつけたいと思いますということですね。リテールクーラーで温度が最適な温度にならない、そんなことはないとは思うんですけれども、まあ夏場でですね、クーラーをつけずに、そのまま部屋の方で過ごしてしまうとですね、結構パソコンの熱っていうのはすごいので、まあ部屋が30度になるような環境でパソコン使うのは厳しいですけれども、使っている方とかだと多分40度50度パソコンのケース内が、でそこからプラスアルファ CPU が10度ぐらいと思っていただければ、だいたい50度近い温度になっていると思います。で、まあそのCPU クーラーね、できるだけ外気と同じぐらいの温度にしたい場合は、先ほど僕が紹介したクーラーと搭載していただければいいんじゃないかとは思いますけれども、リテールクーラーでも、ですね、定期的にメンテナンスをすることをこれお勧めしますね。これでもいけないということはないんですけれども、シリコングリスっていうのはやはりですね、まあ1ヶ月に1回とは言わないですけれども、まあ、半年もしくは1年に1回程度はですね、塗り直していただかないと、硬化してしまってですね、熱伝導率がものすごく悪くなる。まあ、そういったことになるとですね、まあ、大きなクーラーにも言えることなんですけれども、悪くなるので、こちらの方ですね、塗り直しをしていただく。で、めんどくさいこのマザーボードを外す作業、あとはですね、CPU クーラーを外す作業、これをですね、なんとか行っていただけるのであれば、ちょっとでもまあめんどくさいことを紛らわせましょう。上からつけるプッシュピンタイプの大型クーラーというのもあるんですよ。またそういったものをですね、さっきの兜とかもそうですかね、あの辺は確かプッシュピンだったはずなんですよね。
そうなんですよ。だからあの辺りのクーラー、これがそうですかね。そうですね、これプッシュピンタイプですね。プッシュピンタイプ。大型のクーラーの割にはプッシュピンタイプなの でこれだとまあ通常のリテールクーラーと同じ付け方で付けれますので、まあ、こういったものを選んでですね、マザーボードを外さずに、付け替えるのも可能にはなります。はい、になるので、まあ、もしですね付け替えされるのであれましたら、本当にまあ先ほど説明したあのコテツ、まあ、初心者向きのクーラーとかからまあ入っていただくのが一番ベストかなとは思いますね。はい、になりますになるので、まあ、ぜひとも今年の夏ね、まあ1年間多分使ったんだと思います、この、説明文を見るとになるので、ぜひ、まあ、とも1回チャレンジしてはどうかなと思いますね。また付け替えにうちに来たら説明はさせていただく。そうですね、まあ、うちの方にまあ来ていただければですね、うちのスタッフの方がですね説明の方だけさせていただきますので、まだねわからないことがあればねスタッフの方に尋ねてください。地下にはね結構ファンが詳しいスタッフもいるという噂なので、その辺のスタッフに聞くとすごいいい結果を受けれるかもしれません。で次が、で次の、質問行ってみますね。これペンネームがこの人はないのかな。ペンネームがないですけれども、内容の方がですね、毎週ユーストリーム放送を楽しみに拝見させていただいてます。マゲッチと申します。こっちに、ここにペンネーム出てますね。さて、今回で最後の衝撃な発表からもはや1週間、我らがワンズチャンネルは常さん一人で、先やっていくのでしょうか。そうですね、フジモンが前回ですね出ていただいた時にですね、さよならということで去っていってしまいましたが、残念ですね、私が今度登場しますそりゃそうやわな。でですね、この文を全部読んでいくとですね、常さん一人でずっと先やっていくのでしょうか。フジモン亡き今、新たな挑戦者としていくつか提案させていただけるのはこんなのはどうでしょうか。監督生放送、常さんと立ち合いが逆の状態で放送ですね、常さんが監督でやるということになります。で監督がここに出るということですね。で、次ですね、とうとうあの男が、社長生放送我らが、社長が生放送で出るということですね、なんと社長が自ら立ち上がり MC を、こういった期待もされております。で最後ゲスト生出演ですね、ワンズチャンネルなのにワンズ関係者抜きでそのままユーストリームを進めようという、それもダメですね。で最後ですね、謎のキノコさんが降臨、キノコさんが、MC を務める、ODA さんが入ってないですね、はい、ODA さん入ってないよな。 ODA さんが入ってないどういうことやねんか。 ODA さんが入ってない、あ忘れられてしまいました。確かに私はこのねユーストリームの出演回数少ないですよ、かなりね少ないですけれども、忘れないでほしい、これからね私がね嫌、と言っても出てきますので、はい、皆さんねどんどんね私宛にお便りください、はい、納得いかんよな。書いてなかったちょっとがっかりしちゃういや結構ね僕自身ではねアピールしてるつもりではおるんですけれどもあなかったと、みんなめっちゃ座れてはるよ忘れられているというね。いやいやでもね、やはりねもうこれからもっと出てね、僕の出演回数が少ないのも確かにあの悪いので、これからねどんどん出演回数増やさせていただいて、決して忘れられることのない人物になっていこうかなと思いますね。目指せナンバーワンって感じですかね。はい、ということでですね、質問答えちゃうですね、皆さんねどんどん面白い質問ね、こちらの方ですね、送っていただければ皆様のご質問をお受けいたしますね、質問期間は特に設けておりません。24時間受付する、ただし深夜に返信が返ってくるということは、ごめんなさいないです。はい、ワンズチャンスアットワンズ JP、 こちらの方にですね、メールの方で質問はいいですかというふうに、語尾で、語尾は上げ気味って書いてますね。いいですね。ですね。この辺はまあ特に気になしなくていいので、はい、うん、食べ物名以外でハンドルネームをお願いします。これ確実にうちの他の MC のあれが入ってますよね。まあ、ということで、まあ、どんな小さなことでも構いませんのでですね、どんどん応募していただければ、ね、我々の方がね、まあ、面白おかしく答えれる範囲で答えていこうとは思います。はい。ということでですね、はい、ワンズチャンネル。はい、本日ね、私ね、オーディエがね、MC させていただきましたけど、皆さんどうでしょうか。私、ソロで見るのは初めてじゃないでしょうか。その通りです。私、初めてソロで出させてもらってますね。まあ、今後ね、こうやってね、私、そうですね、一人でこう出る機会が多分ね、フジモン亡き今はあると思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。で、またなんかね、新しい企画とかあれば、ある程度ね、させていただきますので、あと、裏ワンズチャンネルとか僕ね、大好きなんで、裏ワンズチャンネルでちょっと出してみたい商品。
あとはやってみたいことがあればね、言っていただければ実行するかもしれない。フランズチャンネルね。ということでですね。はい、まあ、今日はね、商品ざらっと紹介しました。で、またね、機会があればこのようにね、商品ね、ざらざらと紹介していきたいと思いますけれども。そうですね、皆さんもね、ぜひその、ね、ご覧いただいたとき、先に、ね、僕が紹介した商品とか、あれは彼が言っていたやつじゃないのかと思ってね、手に取ってもらえると嬉しいかなと思います。はい、PC 制作の進捗はどうですか？内容は言わずにね。順調に進んでおります。かなり順調で、評判も結構いいんですけど、ぜひともね、僕個人に来てください。個人に来てくれたら、どこまで進んでいるのか、ちょっとね、見せますので、ここまで来ているよというのをね。はい、まあ、前回のね、机型パソコン、あれもまたね、再びね、見たいという人が結構いてですね、結局見せれないっていうのが多かったので、またその時、機会設けてですね、僕が作った自身の自作ケースというのをまたやらせていただこうと思いますね。まあ、結構好評やったみたいなのでね。かなり好評やってるみたい。そうそう。で、まあ、それ以外にも、まあ、もっともっと前に作ったケースがいくつか種類あるんですけど、まあ、そういったのもね、まだワンズチャンネルは出してないですけれども、引っ張り出してきて、ちょっとね、スタッフが過去にはこんなものを作ったよというのを、どんどんね、出させていただきたいと思います。聞こうと思っていつも忘れる。忘れないでください。私は2階にいます。突き当たりにいますので。はい、で 来, 週、はい、来週もですね、なんと、大人気 ODA がまた、ね、大人気はい、大人気 ODA 第2弾、第2弾、私がちょっとやらせていただきますね。第2弾ですよ皆さんね。来週はね、ゲーミング特集っていうのをちょっとやっていきたいなと思ってますね。ゲーミング特集、ゲーミング、マウス、ゲーミングキーボードですね。あとはまあそのゲーミングキーボードとマウスね、機械を使ってですね、いろんなことをやっていきたいと思います。実はね、ゲーミングに関すること全体、ね、そういうことになりますね。ゲーミングに関することを全部やっていきたいと思いますね。で、ゲーミングマウスを使うとどこまで有利に戦えるのか、ちょっと実践でもやってみたいかなと思いますのでね。FPS とか、まあ、格闘ゲーム、ああいったのをされる方はまあ、ぜひぜひあったらいいかなですね、はい、ということになります。で、まあ本日も時間の方もね、まあ、もうあとちょっとしかありませんね。私のね、しょうもない会にまたね、付き合っていただいてね、ダジャレは今日はちょっとあまり出せなかったですけれども。まあちょっとね、慣れてきたら多分出始める。そうそう、私もうちょっと慣れてきたらどんどん出していくと思いますので、ね、ソロ初めてやもんな。そうなんですよ、今日ちょっとソロ初めてね。ぶっちゃけね、こう見えても結構緊張してます。結構緊張してます、本当に。これね、めっちゃ本音やん。そうなんですよ、結構緊張してます。あ、トイレは行っとかなあかんなみたいな。そんなんでしょ、ほんまにね。まあ無事ね、1時間ね、ここまで、ね、持ってこれてよかったですわ。はい、で結構ね、今なんですかね、あ、結構な数見てくれてますね。ありがとうございます。周辺機器の方に ODA 買ってください。まあそうです。周辺機器、まあ細かいもいろんなもの買ってますからね。レーザーキーボードも買ってみました。ディープモーション、なんかジェスチャーマウスも買ってみました。はい。どうやった？確かにすごい、皆さんディープモーションって知ってます？あのジェスチャーでこう空中でこうマウスを使えるっていうやつなんですけども、確かに使い勝手はすごいいいですけれども、これ一番の難点が手が疲れる。本当手が疲れる。ただしね、本当にあの 3D CAD とかで作ったね、 3D 図面とかこうグイグイ回そうには、あ、面白いなという感じでしたね。あと Google Earth がすごい立体的にできてね、いいかなと思いますね、入ったのね。まあでも近未来的なもの僕大好きなんでね、つい出たら買ってしまう。ね、そういった癖がありますのでね、まあそういうのね、買ってない方で私に聞いていただければお答えすることもできると思いますし、はい、ということですね。はい、今日はね、長々ありがとうございました。それでは、まあ、また、来週も私 ODA が出てきますので、また見てワンズ、バイバイ。ああ、今日はしかし緊張しましたね。はい、一応完投したけど、そうですね、なんとかですけど、まあ先発から抑えまで一人でやったけど、そうですね、まあなんとかなります。なんとかなったじゃないか。